どうも皆さん、こんにちは、フライパンです。というわけで、今回はですね、目玉がぶっ取れた警官から逃げるというゲームをやっていきたいと思います。まあ普通に目玉がぶっ取れて、こうやって普通に生活できるのはすごいやな。まあ多分この頭に乗ってる変な、サイレンで、まあ多分生活してるんだと思うんだけど。で、このサイレンで生活って普通にやばいよな。でもこれなかったらお前、もうどうしようもすることできねえし。あともう、お前怖いよ、普通に。あ、シワみたいになるしさ。まあ、多分50歳ぐらいだろ。うん。ちょっと俺が言うに多分50歳ぐらいですね。まあ、そんなことどうでもいいんだけどね。まあ、一回早速じゃあプレイしていきたいと思います。はい、うわ、なんかいきなりやばい。ああ、なんかいるわ。あ、待って、これ著作権あんじゃね？著作権。まあ、著作権あっから一回。ああ、なんか、うわ、汚な。これ、汚っていうか、ゴキブリも言う、最悪な生活じゃねえかよ。もう、そう。ちょっと、トイレぐらいさ、トイレとゴキブリは何とかしてくれ。もうこれは何とかできるから。もうあとトイレとゴキブリとゲロだけは何とかしてくれ。もうそしたらまあ生きていけるって感じ。この3つを改善したらちょっとまあうん、一応生活できるって感じだ。あ、ていうか俺昨日さ、もうご飯食べてる時にベロ噛んでクソ痛かったんだよ。多分もう一番痛かった、ベロ噛んだ時。ベロ噛んだ史上最悪で、ベロ噛んだ、噛んだ時に多分一番痛かったよ、あれ。あ、最悪ね、もうさ、ちょっとベロ噛んだから少しだけ喋りにくいんだよ。少しだけね。戻ってってどういうこと？一回俺ここに来たってこと？俺一回だけさ、なんだこれ。待って、これ拷問部屋じゃね？これ拷問部屋だろ、絶対。待って、今貞子いたよな。おい貞子、ちょっとこれも調査権に入るよな。あ、さっきのあれもちょっと待って、これ拷問できんねんの、これ。まあ、無理やり拷問された。俺一回拷問されたことないからさ、これどうなんか知ってみ、拷問したらどんな風になるのか知りたいんよ、俺。ちょっともう頭いかれるとかさ、そういう一回経験してみたいんだよ。うん、拷問。ちょっと頭おかしいと思うんだけどさ。一回、みんなも経験したら、わあ、もう噛みまくってんじゃん。みんなも経験してみたくねえの、これ。ちょっと。うん、絶対経験したいでしょ、これ。あ、ていうか、貞子もう消えたし。どこ行った？え、待って、死んだ？それとも。なんか反応してねえからさ。もう多分死んだと思うよ、あいつ。あ、絶対これ追いかけてくるやん。あ、絶対そうだ。あ、ほらね。ほらね。絶対浮かれてくる。はい、ざまあみろ。は、え、待って、お前、追いかけてくんの、は。追いかけてくんのか。いやー、ざまあみろって言って、もう油断してたっすね、もうあれは。ちょっとあれは油断しすぎた。よし、じゃあもう、これはね、ちょっと。あ、おっぷね、ガチで死ぬ。は、おっぷの。待って、これで死んだらまたやばいことになるか。じゃあ、バイバイ。待って、ここまでお前来れねえのか。お前来れねえの。お前怖いの、こっから飛び降りるの。そんならさ、俺でもできるんだよ。お前しろよ。ああ、さて、ああ、これ絶対揺れるパターンや。絶対揺れるやん、こんな。ああ、おい、届けよー。もう揺れるからさ、なんかやりにくいんだよ、これ。やりにくい、ガチで。やばい、やりにくいから。ちょっとか、やりにくいっすね。まあ余裕ですね、これ。余裕。待って、これ普通に、これジャンプで飛び越えられん、あ、普通に飛び越えられてんだけど、飛び越えられる。おし、びっくりした。あ、やっぱぶね。ていうか、なんかこの囚人の服についてる、なんかこの後ろの黒い炭ってなんだ？っていうか、なんか、もう服がめり込んでんだよ。もうめり込んでる。俺の服とこの囚人の服が。もう重なってるみたいな感じ。もうやばいことになってる。うわ、ゲロ、もうていうか、この、もうここ、ゲロばっかあんの。よう、びっくりしたー。お前、びっくりさせんなよ、段ボール。段ボール被ってるけど、大丈夫そう。おー、は、は、あ、あ、い、待って、それ段ボールじゃなくて紙、
紙なの。それ紙だったの。てか今当たってねえだろ。もう当たり判定バグってる俺。当たり判定バグってって。当たり判定バグってる、怖い怖い。お、よしよし。当たり判定バグってるやつから逃げ切れた。おっぷねえ。もうこれもなんか怖いんだよ。ちょっと。ただこれも当たり判定バグってるかもしれないからさ。なんよ、ロープを登れ。車椅子、錆びてる車椅子。あ、待って。もうみんないるからこれ。あ、待って、安心なんだけど。ちょっと。これみんないるから安心。あ、やばい。安心じゃねえわ、やっぱ。あ、ごめん。みんな。みんな俺死んだわ、俺。あ、やばい。お、待って、これロープで。おぉ、上に上げた。じゃあ。おぉ、上に上がってきてる。あ、こういう感じね。え、危険。何が危険？は。ちょっと死体あるんだけど、死体が。死体がある。死体があるわ。普通に。大丈夫かも。ちょっと。ああ、ごめん。俺がやったせいで死んでしまった。なんか重なってんだけど。待って、この人と俺、相性いいかもしれん。はい、さてと、うわぁ、なんだこれ。なんかやばいな。グロいっていうよりかは、なんか、全然グロくねえわかんない。はい、スラッシュを見つけよう。はい、スラッシュ。うわ、なんか似合って、ね、似合ってんのかなこれ。多分似合ってねえな、これ。なんか、ブサイクなんだよな。自分、そもそも自分のキャラが。じゃこれが、ちょっと、この顔が、もうずっと笑ってんだよな。なんかサイコパスのように見える、これ。え？見つめ合ってんだけど今。どうなってん？え、お前どう？え？え、ちょっと、今めり込んでて。おう、は？え？クリップまた、あ、そういうことか。あー、っていうかなんでお前、え？なんでお前ツラシ持ってたの？おかしい、おかしいね、ちょっと。これでツラシ、いける？いけるわ、普通に。あー、絶対これバス掘ったら、あいつ出てくるでしょ。あ、待って、一回掘って、ほらほらほら。あ、終わったわ。足早えな、お前。てか、俺が遅いのか。足早えな、お前。俺が遅いってことね。はいはい。危ない危ない、普通に。これやったら普通に死ぬ。あっぷの。ガチで危ない。よしよし、尋常で、お、変なところに出たけど、ああ。ここね、ここねって言ってんだけど俺わかんない。屋根のある場所に到達。いや、うわぁ、来たよ、来たよ、お前。お前また来やがったか。待って、お前の方が足早いんだからさ、手加減しろよ、それぐらい。うん、そしたら無理ゲーじゃねえかよ。てか、お前さっきより足遅くなってない？あ、登ってくんのか、そういえばこいつ。知能がある、んだった。俺、こいつバカだと思ってる。スイッチを見つけよう。何？ニンテンドースイッチ。あー、やべ。ニンテンドースイッチじゃない、スイッチか。これ、おぉ、なんか開いた。これだけ色違かったから。おぉ、開いてて。セキュリティールーム ?C? なに？は？なにこれ？なんかやば。は？一回順番に押してみよう。いやー、もう、てかこれどういうこと？ちょっとこれどういうこと、まあ、適当に押してれば、これ適当、なんか、え、待ってこ、おびっ、おい、貞子。おい、貞子。もうどういうこと、なんか、当たったんだけど。俺知らないよ。知らないからね、俺。え？は？うわ、なんかいる。なんかいるわ。あ、なんかこれ取ったらやばそうだな。あー、絶対やばいわ。やばい、なんか、絶対来るかと思ったよ。ねえ、お前の方が足早いんだからさ、ちょっと手加減しろよ。あ、ていうか、え？俺の方が足早くね？あ、手加減してくれたのか、優しいな。おい、諦めんなよ。お前も滑ればいいのに。気持ちいいぜ、これ。カン。何がカン？カンってどういうこと？ちょっと、意味わかんない。はい、ここまで来たけど、
うん。なんか、なんなりと。あー、またあのパターンね。あのパターンね。わかってるよ。うん、わかってるから。あと、これ絶対、サダコやん。目玉がない、あの、ジジイとは違って絶対サダコやん。この声は。やばい。まずサダコ来る。おー、びっくりした。ガチでびっくりする。いきなりやる。え、お前すけんの？お前すけんの？ガチでびっくりする。ガチで。冗談なし。死でびっくりすると思ったら、これどうやっていく？待って、これ。あー、これ積んだ。積んだわ。死ぬしかないね、これ。ていうか、これ、普通に何これ。普通に行くってこと？これ、騙してるってことね。そういうことか。ほう、びっくりした。は、ね、もう、やばいって。なんなの、こいつ。あ、そのために使うってことか。あい、ざまあ見ろ。もう、ガチで相変わらず声がでかい。相変わらず声がでかい。まず、ここ行けないの？あ、行けないね。行けないって感じね。逃げよう、逃げようって。逃げんの、これ。え、もしかして、ようやく楽になれるって感じ？ようやく逃げれるの、これ。え、待って、逃げよう。え、待って、え？で、電車やん、電車。え？お、ガチで動いた、動いた。よっしゃー！てか、待って、これずっとジャンプしてたら。あ、待って、一回、これ落ちたら絶対、置いていかれるパターンやん。絶対置いていかれる。おぉ、なんだこれ。森、てか、電車、おっそ。おっそ。もうちょっと早くできないのこれ。あ、なんか落ちたらこれ死にそうな予感がする。おっと、これは、あ、待って、嫌な予感が。だと思ったよ。あー、なんかやばい。やばい、やばい。自動的に流れてる。で、普通これ息できねえ。息できてない、俺。やばい、生きてないわ、普通にこれ。やばい。あー、なんか、やばい。やばい、やばいことになってる。カオス。え、っていうか、もう終わり？え、終わった？終わったん？ちょっと待て。お前、遊んでんじゃねえか。え、なんか倒れたんだけど、普通に。ちょっと、お前どういうこと？なんでここで遊んでんの？お前サボってんじゃん。てか、なんかお前の顔が少し違うんだけど。なんか歯がやばいこと。てか、これ一人称視点でこれやったらどうなんだ？あ、待って、酔う。待って、これやばい。やばい系だ。絶対酔う。え、もうやばいもん。あ、絶対酔うわ。で、一回ブランコやってみっか。あー、なんかやばい。あー、もうやばい。あー、やばいっすね。ちょっと、もう、うん。ちょっと待って、これ絶対俺、これになれるよ。は？あ、もう最初からってこと？